ご覧いただきありがとうございます。今回はこちらの大きなキッチンスペースのある一戸建て賃貸物件のご紹介で来ております。非常にですね、この流し台がこれだけの横幅ということで、まあ、お料理がねしやすい、空間となっております。流しがこうね2箇所もありますね。で、ここね前に出窓のようになってますので、調味料などお鍋とかね置いて使っていただくと広く快適に、使用していただくことが可能です。そしてこちらには床下収納もございます。でこちらね、一応窓がありますが、これ、ね、ほとんどこういう室内側の、ね、感じですね。この奥もね見てください、感じですね。そして、洗面スペースが広く、ございまして、かなりね、広い脱衣所となっております。室内の、ね、洗濯供給は嬉しいですね。窓もね非常に戸建てということもあって、多い、ね、風通しもしやすいですね。浴室も涼しげなタイル張り、色味でいうとピンクのような印象ですね。追い焚き機能もついておりますので、しっかりとねご家族でね、分けて入っていただくことができそうです。で廊下がね長く奥まで進みますと玄関がこちらにございます。そしてこちら、和室ですね、畳4枚半のお部屋となっております。奥に、ね、押し入れや床の間もございます。そしてキッチンと、ね、和室の間に洋室約6畳ほどの広いスペースとなっております。かなりね部屋数が多い、物件ですので、どんどん、行きたいと思います。次は2階ですね、手すりがしっかりとございますので、こう安定感が、ね、ありますね。上がったところで、ね、こう窓もありまして、こちら広い、7畳半ほどのね和室のスペースとなっております。いいですね、ここも明るいですね。窓をちょっと開けてみましょうか。あ、すごいですね、向井さんのこう瓦の屋根が、見える景色となっております。すごいですね、こうほとんどこう1階平屋ほどの住宅がね多い、非常に趣のある街並みとなっております。そしてこちらですね、もう一部屋続いております和室のお部屋となります。向かいね、隣のね住宅になりますね。そして、2階にはバルコニーもございまして、こちらですね、こう上には屋根もあります。畳2枚ほどのね、スペースですね。しっかりとお布団なんかも干していただけそうですね。そしてこちらもう一部屋、洋室のお部屋となります。ここは出窓になってますね。こうね、戸建てが立ち並ぶ住宅地ですので、これね、すごく静かな、のどかな環境ですね。ここは扉のない、収納スタイルですね。こうね、それがない分、荷物は置きやすそうですね。出し入れがしやすそうな空間となっております。なかなかね、これだけの部屋数のある、賃貸物件というのは数が少なくなっておりますので、ぜひ、こちらの物件、詳細情報を弊社のホームページでご確認ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の好きでは、皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。